日常を出すことによって自分のね、素が垣間見れる。これがやっぱストーリーの醍醐味です。相互にやり取りをしていただくことができれば、お互いのね、相互方向でのアクションっていうのが親密になりますので、早く、信頼できます。はい、北野です。今日はですね、インスタグラムのストーリーの具体的な投稿で反応が取れるテンプレート10選についてお伝えをしていきたいというふうに思います。インスタグラムのストーリーの使い方に関する動画って YouTube でもいろんな動画出てると思うんですけども、この動画ほどですね、インスタグラムのノウハウで実際に弊社でテストした反応が取れた、それもテンプレート10選をですね、ここまで出している動画っていうのはおそらくこの YouTube の中でこの動画しかないと思います。それぐらいのね、価値ある内容をお届けしていきますので、ぜひ今日の動画ね、最後まで見ていただければなというふうに思います。インスタグラムのストーリー機能っていうのがまあそもそもあるんですけども、どういうのかっていうと、まあイメージこういう風なやつですね。皆さんも一度はね、見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、アイコンクリックしていただくと、まあ、こういう形で、いわゆる日常であったりとかですね、まあ、今こんなとこしてるよ、こういうカフェで仕事してますとかですね、60秒以内の動画っていうのをですね、まあ、ストーリーでアップすることができるんですけども、こういったこのストーリー機能っていうのがインスタグラムでは一番重要と言われていまして、実際インスタグラムですね、アプリを開いて、どっから先に見るのかっていうと、約過半数以上の人はもう基本的にこの上側のですね、ストーリー、いろんな人のストーリーが見れるんですけども、まあ、私だったらこれです。ストーリーから先に見ると言われるぐらいですね、ストーリーめちゃめちゃ重要です。インスタで集客しようと思ったらこのストーリーは切って切り離せないぐらい重要なので今日はその話をねまとめて話していきます。まず一つ目、アンケート戦略ってやり方ですね。このアンケートなんですけどストーリーの投稿の仕方と一緒にご説明していくんですが、今こちらに映っている画面ですね、まずストーリーを投稿するときはですね、アイコンをクリックしていただきますと、でアイコンの中でもう一回ねここのアイコンのプラスマークのところちっちゃいんで分かりづらいと思うんですが、まあ、矢印がついているところをポチッと押していただくと、こういった形でですねストーリーズっていうのが投稿できます。でもちろんご自身のね写真とかのアルバムの中で、例えばまあこういった写真とか画像を選択していただいて、ここでね例えばあいうえおとかですね文字を入れたりして投稿することもできたりするんですけども、今回は1個目、アンケート機能ってやり方ですね。でこれアンケートはここのですねニコニコマークですね、顔文字のマークをポチッと押していただくといろいろ出てきます。でこの中でアンケートっていうところがあります。でここをねクリックしていただきますとイエスノークエスチョンが取れるんですね。いわゆるクローズドクエスチョンって言われます。ここのアンケートのところで例えば今こういうとこ旅行来てますって言うんだったら、この景色最高じゃないとかで、あとはいえも変えられるんですよね。最高とかですね、行ってみたいとかね、こういう風なアンケートを取ることができます。これで投稿することができればフォロワーの人からですねはい、いえっていうアクションを誘発できるんですね。これをやることに何の意味があるのかってことなんですけども、インスタグラムはやっぱコミュニケーションツールなんですよ。見込みのフォロワーの人とですねコミュニケーションを取っていく、ただ受動的に一方通行で情報発信するんじゃなくて、向こうからもアクションをさせるとかはい、いえで答えてもらったりとかすることで、インタラクティブな相互のですねアクションを取っていくことでフォロワーの人との親密な関係、エンゲージメントを上げていくことができますので、このアンケートの施策ってのはめちゃめちゃ効果的です。なのでこれはまあやりすぎはあれなんですけども、まあ週にね 2,3 回ぐらい僕やってもいいと思うんで、ぜひね活用してみていただければというふうに思います。ちなみにですね、今のアンケートの施策の中で、旅行行った時はこの景色最高じゃない、いわゆるまあはい、家で答える質問であれば何でもいいって話なんですけど、例えばカレー派ですかラーメン派ですかとかですね、いいと思いますし、まあ、あとねちょっとビジネス系の話をしたいのであれば、集客に困っていますかはい、家とかね、あと美容系の人とかだったら最近眉毛の整え方とか眉毛を描くのにぶっちゃけめんどくさいと感じているはい、家とかね、まあ、そういうように自分の業種に当てはめてね質問はいろいろ変えていただければと思うんで、まあ、ぜひこれ活用してみてください。2つ目、質問箱を使うってやり方ですね。でこれもストーリー機能でですね、もう一回こちらを押していただいて、例えばね背景画像こっちにしましょうかね。ストーリーっていうのはねこういった静止画の画像でもね使えることができます。またここのですね顔文字のところをポチッとクリックしていただきまして、今度この質問っていうやつをクリックしています。この質問ってやつを押すとオープンクエスチョンが取れるってやつですね。さっきだったらカレー好きですかはい、いえで答えられる質問だったのに対して、好きなもの何ですかとかね、今のお悩み教えてくださいっていう風なアンケートを、例えば今のお悩み教えてっていう風にやって投稿するとですね、フォロワーの人はここに入力できるんですね。例えば今集客に悩んでますとか、営業に悩んでますとか、ダイエットに悩んでますとかですね、そういったお客さんからのアンケートを直接吸い上げていくことができます。それに対して回答していくシリーズって結構インスタグラムのストーリーでもね人気だったりするんですよ。なのでこういった形でお客さんの悩み、いわゆるこれ顧客リサーチができてしまうわけですね。でさらに言うと、お客さんからもですね回答をしてもらうことによって相互のアクションを誘発することができる。で信頼関係を構築できますし、しかもこのね1と2、いわゆる質問箱の回答とアンケートの範囲への回答してくれた人の一覧っていうのがインスタグラムではですねこちらから分かるようになるんですよ。なので回答してくれた人に対してさらに DM でねコミュニケーションを取っていくってこともできたりしますので、ぜひねこの質問箱ってやり方もね活用してみていただければというふうに思います。3つ目、日常の一コマを配信しようという話になります。これは僕がいつもねやっているような配信ですよね。例えばこれだったら、まあ、僕昨日の夜ね遅くまで仕事してたんですけども、昨日も夜バリバリまで仕事、ただ長時間働き稼げるというわけじゃないんだと、質の高い売上直結する重要な仕事をライバルの3倍以上こなすことが大事だと僕は思うみたいなね、こういった配信とか、今こんだけ仕事してますよとかでもいいし、例えば皆さんであればカフェでね仕事とか勉強したりとか読書してるんだったら、今カフェでこういうとこで読書してますとかでもいいんですよ。あとは普通
通にこれから出かけますという形でねアップしたりとか。で最近のストーリーの傾向としては日常を出すことによって自分のね素が垣間見れる、これがやっぱストーリーの醍醐味です。なのでそこでしっかりと自分の人間味とか素を出すことでファンになってもらうっていうのが目的なんですけども、最近のストーリーでは自分の顔を写すっていうね背景も大事なんだけど、それだけじゃなくてインカメでこういう形で今こういうとこ来てます、やっぱ顔を写してるストーリーの方が見られる時間っていうのが長いっていうのは実際うちもデータで出てるんですよね。なのでできれば顔出しできる人は自分のね顔を写しながら背景背後の景色を写してあげるっていうのをねたまにやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。ただ一個注意点として、女性は大丈夫なんですが男性の場合は僕も気をつけてるんですが、顔がこうやってドアップになってしまうとですね、あまりいいイメージを与えないというかちょっと不快感になってしまう可能性がありますので、男性の場合ちょっと引き気味でね撮るのがいいんじゃないかなというふうに思います。他にもね日常の一部としては、例えば僕とかであればこういった形でですね、本当にまあどうでもいい話ではあるんですけども、今日ね昼は健康意識してサラダランチやりましたとかですね、まあこれ僕はダイエットしてた時のねあのストーリーなんですけども、まあ朝はこういう感じで過ごしていますよとかですね、なんかアマントーケン3泊ちょっとビジネス合宿しますとかですね、まあちょっとホテル今到着しましたよとか、こんな感じですね。これ本当にもうスマホでパーって撮ってすぐアップしてるだけなんで全然手間かからないんですよ。なんだけども、まあこういった配信をすることによってインスタグラムの投稿では伝えきれないね細部の日常っていうのを見せることができるので、いわゆるアナザーストーリーだと思っています僕はね、ストーリーっていうの。なのでこれをしっかり活用していくことによってストーリーをガンガン見てくれるっていう人すごいいるんですよね。で僕自身もよくホラー人とかと話すときにですね、北野さんの投稿は実はあまり見てなくてストーリーめっちゃ見てますってお声すごいいただくんですよ。それぐらいにあのストーリーっていうのはやっぱ需要がありますので、まあぜひねここをしっかりとアップしていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。四つ目、仕事風景を写そうということになりますね。これはちょっと業種によってパターン分けします。まず、美容系サロンであったりとか、飲食店であったりとか、一人治療院をされている方だったりとか、まあ、店舗の方ですね、に関しては、お店の雰囲気を写すっていうのがおすすめです。まあ、例えばね、これイメージです、あくまで。こんな感じで、お店のね、雰囲気、例えば、うちの美容室はこんな感じですよとか、エステサロンこんな感じでやってますよ、みたいな、ストーリーの動画でね、できれば、まあ、アップしていったりだったりとか、あと可能であれば、そこのね、スタッフさんを、ストーリーにちょっとチラッと写していくっていうことによって、ここのスタッフさん何人ぐらいのお店なんだなであったりとか、お店の雰囲気は結局伝えるっていうのはすごい重要なんですよね。お客さんは初めてあなたのお店行くとき、飲食でもそうですけども、どんなお店なのか分かんないお店って絶対に不安なんですよ。だからまあ内観を見せてあげるとか、あとそこにいる従業員の人、まあ可能であればね、今だったらコロナでみんなマスクしてると思うんですけど、マスクしていれば顔出しできるっていうスタッフさんとかであれば、できれば積極的に写してあげたりとか、でそこでねしっかりとそのストーリーでスタッフさんをキャラ付けをしていったりとかっていうのは結構効果的です。で飲食店の場合とかであれば、まあ新作のメニューとかをね店長さんが入っとんみたいな感じで、店長さん顔と一緒にその料理を写してあげて、料理のおすすめポイント一言でまとめるみたいなねっていうストーリーのシリーズを上げているっていうのもおすすめだし、うちの元クライアントでもですね、名古屋で居酒屋3店舗やってた方がいるんですけど、まあ、天野さんって人なんですけどね、天野さんに会いたいからっていう理由で隣町からねそのお店に来店したりとかっていうのを、結局ストーリーを見てファンになって、あなたに会いたいからっていう形でお店に来ると、料理が美味しいとか施術がうまいから行くっていうのはもちろん大事なんだけども、それ以上にあなただからそのお店に行くっていう理由付けが欲しいんですよね。そのためには積極的にストーリーを使ってお客さんをファン化していくってところから逃げてはいけないということになります。で次にですね、コーチコンサルセラピストやピーラーさんであったりとか、まあ、あとはフリーランスの方だったりとか、あと事業の方とかですね、はどうすればいいのかっていうと、オフィスとか事務所とかのね、雰囲気をこうやって映したりとか、パソコンしてる風景を外部の人に撮ってもらったりとか、もしくはそれが難しかったとしても、インカメでね、自分が仕事してる風景の動画とかを結構撮れたりしますので、まあ、イメージとしてはこんな感じですよね。これは僕自身とかであれば、昼過ぎに、まあ、ストーリーでね、YouTube 撮影終わって、ちょっと今から資料作りしますよって、これ仕事風景だって、これ家ですけども、こういうのも結構反応良かったりするので、会社で自分がいつも仕事してる風景とかっていうのをアップしていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。あともし可能だったらね、クライアントさんとコンサルとか商談とかセッションの時とかあったら動画に映り込んでもらうだったりとかもいいと思いますし、ズームミーティングの前にこれからズームですみたいな感じでパソコン立ち上げる風景のところを撮ったりとか、まあやりようによってはいくらでもできると思います。まあこういう細かい点に関してはね、まあ僕のアカウント見ていただければ大体イメージつくと思うんで、概要欄にも僕のリンク貼っとくんで見といてほしいんですけども、あとですね、中小企業さんとかベンチャー企業の場合もどうすればいいのかっていうと、基本的にはやっぱり一緒で、まあオフィスの風景だったりとかその従業員の方、ベンチャーとかの場合とかであれば広報担当の人とかいると思うんですよ。その人を積極的にキャラ付けをして出してあげるとかっていうのは結構重要かなと思います。まあ、可能であればやっぱ社長もね、SNS にはどんどん顔を出していった方がいいかなというのは思います。で次、モチベーション系のストーリーをアップせよってことです。これに関してはですね、ちょっと店舗の場合は例外になってしまうんですが、基本的にコーチ、コンサルセラピスト、教室業だったりとか、事業の方とかは有効ですと。具体的にどういうものかっていうと、例えばこんな感じですね。あなたの夢は何ですか？夢は絶対逃げません。逃げてるのはあなたです。夢から逃げずに立ち向かえば、いつもか夢の方からあなたに向かってくる。これちょっとキメキメなセリフって思われる方もいるかもしれないですけど、まあこういったモチベーション系の投稿だったりとか、コーチ、コンサルタントとか、事業の方っていうのは、やっぱり目標がある方がクライアントにいる場合が多いんですよね。なので、そういった方に向けて、例えばダイエットだったらダイエット成功
成功させるためにとかね、ビジネスだったら集客を成功させるために重要なこととか、企業だったら起業するための継続の重要性だったりとか、税理士さんとかだったらお金を知ることの重要性とかですね、まあ、そういった内容を日々上げていったりとか、まあ、あとは勉強することの重要性、行動することの大切さ、継続の重要性であったりとか、あとはですね、なぜ今それをやるべきなのかっていうのをぜひ配信した方がいいですね。例えば税理士さんであればなぜ今すぐ税理士を雇う必要があるのかっていう話をした方がいいし、ダイエットの人だったらなぜ今すぐダイエットに投資をした方がいいのかだったりとか、集客コンサルタントの人だったらなぜ今すぐ集客を学ばないといけないのか、そういった話っていうのをこうやってインスタグラムの文面のストーリーでアップしていくんですよ。実際にですね、インスタグラムの文面っていうのは文字が小さければ小さいほど人は凝視してストーリーを止めて見てくれるっていうね、文字が小さければ小さいほど読もうとするっていう習性が心理学的にあったりするので、まあ、できるだけ文字はねちょっと多めにこんぐらい書いても全然問題ないかなと僕は思ってます。でこういったストーリーを基本的にはやっぱ毎日アップして貯めていくっていうのがまあ重要かなというふうにですね思っております。でやっぱりですね、ストーリーでのこういったマインドセットのいわゆる信頼構築、僕は教育と呼んでるんですけど、マインドとモチベーション系のストーリーアップすることでお客様にですね行動させていく、そういったですね心理状態に誘致していくことができますので、まあ、あくまでね悪用は厳禁なんですけども、お客様に正しい選択の基準、判断基準を与えてあげるためにもですね、ぜひねお客様をですねやる気にさせてあげる、そういったねストーリーっていうのをアップしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。次、6個目。ストーリーテリング系の文字投稿しようって話になります。ストーリーテリングって何っていう話だと思うんですけども、こういうイメージですね。こちらね、僕がアップしたストーリーですごい反応が良かったやつなんですけども、まあ、21歳借金440万、金なし、コネなし、人脈なし、大学中退、職業フリーター、これ実際僕の実話なんですけどね。から、23歳フリーランス年収2000万、24歳法人年収1億、25歳年収3億、26歳、6社経営、今ここ。今どんな状況であっても、諦めなければ、誰しも絶対に道は開けると。人生逆境を乗り越えとしたものだけにご褒美と感動が待っているんだと思って、これ僕のね本当に思ったことをそのまま発信をしているんですが、こういったですね自分自身の生い立ちとかね、起業しようと思ったきっかけとか、人生辛かったこと、逆に人生一番嬉しかったことだったりとか、すごい辛かったこと、悔しかったこととかですね、自分が今人生で一番成功したことだったりとか、そういった自分の人生における今までのストーリーっていうのが全てインスタではコンテンツになりますと、その中で一番感情が動くような実際のエピソードっていうところをですね、こういった形のストーリーでまとめてあげることによってですね、お客様はあなた自身のことをより理解してくれるようになりますし、さらに共感拾っていくこともできますし、でさらに言うとあなた自身のファンになります。人っていうのはその人のストーリーを聞くからファンになるんですよね。でこのストーリーっていうのは上っつるだけの作り話では絶対ダメで、嘘はもちろんダメですけども、本当の実話に基づいて、例えばね飲食店だったらこういうお店はこういうストーリーでできたんですよ。一時期はすごい資金繰りで苦しくお店を潰そうになった、でも毎日来てくれるお客様の笑顔を思い出して諦めずに毎日の業務に取り組み、そしてなんとかね5年続けることができたんですと。だから私はこれからもこういった思いでお店を守っていこうと思うっていうストーリーってすごい感動的ですよねっていう風な発信をしていったりとかも全然いいと思いますし、まあ、自分の過去の挫折した話とか、失恋した時の話とかでもいいと思いますよ。告白で失敗した時の話とかね、ビジネスとは何も関係ないんだけども、そういった話をしていくっていうのはすごいお客様の記憶に残り続けるコンテンツになるんですよ。こういったねストーリーテリング系のストーリーっていうのもね上げてみていただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。7つ目、価値観共有のストーリーを上げるということです。価値観の共有、これめちゃめちゃ重要です。6つ目のね、ストーリーテリングと内容ちょっと一部被るんですが、例えば、私はなぜ今この会社を経営しているのかとか、このお店をやっているのかとか、クライアントさんに対しての思いであったりとか、自分がもし今講座型のビジネスをやっているんだったら、その講座を立ち上げた思いとかね、そういったものをどんどん発信していくんですよ。例えば僕の場合とかであれば、会社のメンバーと一緒にグランピングとかキャンプよく行くんですよね、旅行行ったりとか。このストーリーであれば、会社一部のメンバーと、今月は和歌山でプチキャンプに来ます。来月は九州に1週間、再来月はグランピングかな、常識を溜まってみれば、そもそもオフィスで缶詰になって働く必要は必ずしもない。ネットが繋がれば旅先でも仕事になるからね。しかも普段話せないことも共有できたり、コミュニケーションの質もかなり高い。会社のあり方も時代に合わせてどんどん変えていくべきだと思うんだよねっていう自分の会社に対する僕の価値観なんですよね。またフリーランス起業家でうまくいく人は24時間常に仕事も全開モードの人が多い。これは息抜きするなということではなくて、頭の片隅では集客、売上アップするためにはどうすればいいんだろうということを考えながら日々過ごしているということですね。脳のアンテナ張り巡らせながら毎日受けるだけでヒントはそこら中に転がっていますとか、あとはですね、午前中はすごい大事にしようねだったりとかですね、僕なりの時間の使い方とか、これ全部僕の価値観を発信してるんですよね。なのでこういったね価値観の発信をしていくことで、この人ってこういう心情を大事にしてるんだっていう風な自分の軸っていうのをお客さんに伝えることができるんですよ。人ってですね、価値観とか自分の発信内容に矛盾がある人についていこうって思わないんですね。で逆に例えばドラえもんでジャイアンっているじゃないですか。ジャイアンみたいな人って絶対に中学校で一クラスに一人だと思うんですね。例えば文化祭で今年は絶対たこ焼きの屋台やろうぜみたいな、誰かが俺はこう思うんだって力強く発信したものに対して、その周りの人たちも確かにたこ焼きいいよね、ジャイアンの言う通り私も賛成するよっていう形でついていきたくなる生き物なんですよ。僕ら人間っていうのはですね、誰かが力強く私はこう思うって発信した考えに対して、それが合ってる間違ってるは関係なくて、その人についていきたいっていうね習性を持っていますので、しっかりと私はこう思うんだよね、俺はこう思うっていうのをどんどん積極的に発信していくことで、コアなファンを作っていくことができます。そういったねファンの皆様を増やしていくことができれば、よほどね不祥事がない限りはですね、どんなことがあったとしても、例えばアンチができたとしてもですね、あなたを守ってくれます。あなた自身を支
えてくれる、そういったね、コアなですね、ロイヤルフォロワーっていうのをですね、生み出していくことができますので、まあ、ぜひね、こういった価値観ですね、の発信っていうのは積極的にやっていくことで、熱狂的なファンを作っていくことが可能になります。八つ目、実績のお声、もしくはお客様のお声をストーリーでアップしようって話になります。これね、やってる人あんまりいないんですけど、絶対やった方が良くて、弊社のね、卒業生のですね、ミーコさんっていうね、方でして、まあ、6ヶ月ぐらいですかね、で、1万フォロワー達成した方で、今、月賞300万インスタから売り上げ上げてる方なんですけども、まあ、彼女の場合とかであれば、生徒さんの実績っていうところをですね、ストーリーで上げてます。まあ、細かいところは実地点で見えないと思うんですが、こんだけ成果出されましたよとかですね、お客さんにいわゆるビフォーアフターっていうのを LINE のスクショでいただいて、それをストーリーでアップしたりとか、っていうのは結構効果的です。なぜかっていうと、LINE のスクショとかトーク画面っていうのは、捏造が基本的にはできない、本当にそのままっていう真実がしっかり伝わるんですよね。で、一方で未だに出回ってる広告とかって、お客様のお声って会社が適当に捏造して書いてるっていうのはこれ結構あるあるだったりするんですね。僕は本当許せないんですけども、お客様から実際にいただいたその LINE のお声っていうところをね、許可を取れればそれをそのままアップしていくっていうのはね、効果的です。これね、結構 LINE の配信とかでも反応率高いので、こういったのを参考にしていただきながら実績者の声ビフォーアフター載せていただくといいんじゃないかなと思います。エステサロンだったりとか治療院の方とかであれば、帰り際にですお客様に今日の感想とあとビフォーアフターのお声をですね、LINEでいただきましたら、ストーリーでアップさせていただいてもいいですかと、お名前であればね、ちょっと匿名にさせてモザイクかけさせていただきますので、ってお伝えしてクーポン渡すとかってやれば、まあ、結構答えてくれると思うんですよね。で、そのお声を店舗の場合だったらアップしていくだったりとか、お教室だったりコーチコンサル資源の方とかであればお客様のお声を LINE でいただいてアップする、これね、ぜひやってみてください。9個目、ハイライトでジャンル分けをせよって話です。まあ、これカテゴリー分けですね。で、ハイライトって何なのかっていうと、例えば今のみほさんのアカウントとかであれば、下に出てるこういう風なですね、羅列です。例えば無料公式ブログ、マインドセット、お料理とかあるんですけども、これを押すと過去のストーリーをですね、これカテゴライズして自分で分けることができるんですね。みほさんの場合ではこういった料理シリーズっていうところを一つのね、カテゴリーに分けてますし、まあ、仕事だったら仕事とこう押すと、まあ、これから YouTube の撮影ですよとか仕事ですよとかこういうのがね、表示されたりするわけですよ。で、実際僕もこれやってまして、まあ、例えば価値観、IGTV、マーケティングのノウハウ、マーケティングを押すと結構マーケティングのためになる情報っていうのをね、学べたりしますと。で、日常その2っていうのはね、まあ僕はいつもこんな感じで過ごしてますよみたいなのがアップしてたりするんですけど、カテゴリーで分けることによってフォロワーの人は自分の過去のストーリーを見ることができます。ストーリーっていうのは基本的に24時間で消えてしまうんですよ。だけどそれを24時間以上保存する機能っていうのがこのハイライトっていう機能になります。作り方は簡単に説明すると、今日僕が上げたこのストーリーなんですけど、下の方にこのハイライトってハートマークありますよね。ここハイライトクリックして、新規ってとこ押してください。こう新規ね。そしたら新しいハイライトに名前付けられます。例えばその日常系とかですね、仕事風景とかですね、っていう形でカテゴライズをして追加ってボタンを押していただくと、まあ、こういった形でですね、ストーリーの項目っていうのがたくさん作ることができますので、ぜひこれもね、活用してみてください。10個目、ストーリー DM を送ろうという話になります。まあ、最後はストーリー DM ですよね。で、ストーリー DM っていうのは知ってる方もしかしたらいるかもしれないんですが、フォローしている人には自分がアップしたストーリー流れるので、このストーリーを見た時にメッセージでですね、そのストーリーの内容に関してとても共感しましたみたいなメッセージを送ることができるんですよね。で、これをやることによって DM に送られますっていう形で、 DM でもね、フォロワーの人たちと繋がってコミュニケーションを取ることができるので、まあ、そこでね、相互にやり取りをしていただくことができれば、お互いのね、相互方向でのアクションっていうのが親密になりますので、早く信頼できます。なので、インスタグラムでもし物販をやってる人とかであれば、弊社のね、卒業生の方とかでも、インスタグラムでハンドメイドね、月20万以上売り上げる方いるんですけども、その方とかは、フォロワーの人たちと DM とかコメントでしっかりと信頼関係を構築していってるので、アクセサリー欲しいなとか、イヤリング欲しいなと思ったら、じゃあ〇〇さんのとこで買おうみたいなね、形になったりするんですよね。で、これは店舗の場合もそうだし、コーチコンサルタント主義の場合、どの業種でも使えるやり方ですので、ぜひね、このストーリー DM を使ってフォロワーとの信頼関係を温めるというのをね、最後意識してみてほしいなというふうに思います。はい、ということでね、今日は10個のですね、すごい濃い内容をお伝えしたと思うんですけども、できる範囲からね、すぐに今日からね、取り入れていっていただきたら嬉しいと思います。はい、皆さん今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE では、こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。で、実際弊社が Instagram 累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱い Instagram を使った、ノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そして、うちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。で、さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で今だけプレゼントして受け取ることができますので、ぜひね、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。